おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉せ続きやっていきたいと思います。前回は結構お話が進んだ気がするんですが、源氏くんの赤い糸紡ぎみたいなやつをやって、なんかもう計画がもう頭の中に、源氏くんの頭の中にもうあるんじゃないかみたいなところで終わったので、これからどういう風にこの作戦がね遂行されていくのかが楽しみでございます。では続きからやりましょう。はい、たまに確かめたいことがある。でたまちゃんのとこに行けばいいのか。オッケーオッケーオッケー。源氏くんを使って、あれ、あ、待って、放送室にいるんじゃない？ってことはこっちから行けばいいかな。たまちゃん、あら秋葉くん、何か用？売店での買い物、タマは知ってるはずだ。これかな。これ？オッケー。そういやさ、面白い情報を手に入れたんだ。え？何何？売店でさ、秘密裏に変なもの売ってるんだよ。ああ。タマならもう知ってるよね。そりゃ知ってるわよ、ビデオカメラ。こんな情報初歩の初歩ね。というわけさ、リポリンのお土産。というわけか。どう？さすがね、当たり。リポリンちゃんのお土産よ。うん、これいいね、期待以上だ。でしょ。ところでカンタもビデオカメラのこと知ってるんだけど、タマが教えたの？そうよ、ちゃんと報酬くれたわよ、誰かさんと違って。あのさ、カンタはいつも体育館裏でレイを探してるはずなんだ。そうね。そこに行ってリポリンのお土産を持たせてやってほしいんだ。秋葉くんが自分で渡せばいいじゃないの。カンタには計画を知らせてないんだ。どうして？覗き魔になりきってもらう必要があるからね。なるほどね。そうなの？悪い人ね。ま、面白そうだしいいわよ。うん、だから報酬は負けてよ。それどういう理屈よ。タマも喜ぶような騒ぎが起きるから見たいだろ。そうね。じゃあジュース1本引きで4本、どう？まあいいか。わかった、じゃあ頼むよ。任せて。あ、アジトに帰るか。アジトへ、まだ誰かいるかな。オッケー、帰ろう。でも私何も動かしてないから、みんな動いてないんじゃないの。アジトでーす。みんないるね。はい、で今はすることがないから、めぐちゃんに変えようか。大森かなに用がある。今は校舎内で待機。校舎内で待機、 OK。 校舎内で待機だから、まあ1階にいようか。この辺にいて、じゃああれか、かなちゃんにすればいいのかな。あ、かなちゃんこれどこにいんの。なるほど。校舎内で待機、まあじゃあいいか。じゃあ源氏くんでまだ何かすることがあるってことだ。どうしたらいいの。これは2人に話しかければいいのかな。あれ違う、そういうわけじゃない。あれはどうしたらいいんだ。琴の葉とか、そういえばこの二刀千鶴先生は何かが関係するのかな。この視聴覚室で仕事してるんだからって、このビデオカメラとかと関係するんだろうか。アジト来て誰かいるかなは、大森かなに用がある。これか。違う違うって言われた。今はじゃあ待機でしょ。今待機なんだよね。でもかなちゃんは今ここ、あれ移動してる。こやす、今日はこの辺りかしら。なるほど。あー、オッケー、動いたね、お話が。
で人変えで飯田橋めぐ、あれまだか、まだ待機か。じゃあリコリンにしようか。結婚に備えろなんて言われても、ことの葉使う、これあれ、親、違うのか、あれ、あでも今はもうすることないのか、なんだ、人替えで結婚に備えろと言われてもっていうフラグを立てなきゃいけないんだね。で、かなちゃん、お、小安、森の中に来るかしらどういう思考回路なので、人替えで今度カンタくんか、オッケー、カンタくん、普段通りって私は普段あそこにいるよ、琴の葉かな、あ違うか、あ今もう別にいいのか、なんだフラグを両方立てなきゃいけないのね。ってことで、あ来た、小安また校舎裏かしらいろんなとこ行ったり来たりしてんね。あそろそろめぐちゃんでいいんじゃないの、行こう、まずは多目的島内へ。 OK、 いるけどねここに、いるけどねここに、多目的島内に行くと。 OK、 はい行きます、多目的島内で待機。 OK、 動けなくなった。で、かなちゃんに変えるのかな、こやす多目的島に来るんじゃないかしらで今度めぐちゃんでいいんじゃない、今が後期、大森かなの近くでリーダーの計画を実行。 OK、 この辺で琴の葉を使えばいいのかな、これいい当て、もう売店のおばさんたらおしゃべりで困るわ、あの子メグ、ビデオカメラなんていらないっての、なんであんなの売ってんのよ、しかも買ってるのは気持ち悪い男子、あいつ怪しいわ、盗撮にでも使うんじゃないかしら、盗撮、盗撮なんてバレたらどんな男子だって一巻の終わりよね、終わり、もし見つけたら大騒ぎしてやるわあの男子、さ帰ろ帰ろめぐちゃんうまいね、これでいい、彼女は聞いたはず、 OK、 でかなちゃんに変えるんだ、なんだろう、ビデオカメラ、盗撮、あ、チャンス、これはチャンスじゃない、そうだひらめいた、小安の地位を失落させ、失墜かな、どっちだっけこれ、失墜かな、失墜かな、ちょっと待って読み方を検索するよ、失墜で合ってると思うんだけど、違ったら恥ずかしいに、合ってますに、小安の地位を失墜させ、あいつの学校生活を真っ暗闇にする方法、あいつを覗き魔にすれば、それを許せる女の子は誰もいない、いい考えがある、あいつが絶対に言い逃れできないいい方法が、明日売店に行っていいもの売っててちょうどよかった、明日売店で買おう、お金持ってこないと、よしこれでフラグは立ちました。で秋葉くんに返すのかな、ところでメグさんがカナさんに入れ知恵するって、うん、メグがちょうど今実行したぐらいじゃないかな、小安さんをどうするんです、簡単に言えば盗撮犯にでっち上げる、焦るだろうね彼、そりゃそうでしょうよ、それでいいのさ、はあ、はん、小安氏がどん底に陥れば、告白もしやすくなるわけだ、まあね、なるほどね、リーダーも手段を選ばないっていうか、まあいつもなんですがね、そうか、弱り切った小安さんに手を差し伸べるさくらちゃんって、なんか納得いかないけど、そうでもしなきゃどうしようもないかな、リポリン何ブツブツ言ってんの、別に、さあメグ、うまくやってくれたかな、メグと二人きりで話したいけど
メグと二人きりで話したいけど、だってなんかもうここの二人のさ、なんか なんだろうあの怪しい感じの空気、ここの二人のもう好きすぎて、はあ、ちょっと待って、リポリンをじゃあ動かせばいいのかな。さくらちゃんのために何かやりに行こうかな。やりに行こうかなになってる。で動けないね、動けないから、人替えでちょっとカンタ君も移動させると。私も暇じゃないんでね、アジトにいる場合じゃないですよ。で、人替えでメグちゃんに変える。計画通りに行っている。リーダーに報告を。 OK、 報告しに行きましょう。あ、肩がバキバキ、よいしょ。セリフ読むときにね、こうどうしてもなんか画面に近づいて読み始めちゃうからね、なんかこう猫背になっちゃって肩がバキバキになるんですわ。でこれで源氏くんに変えるのかな。はい。大森かなに接触したわ。彼女は必ず動く。そうか、ありがとう。リーダー、考えがあるのね。ん、まあ盗撮騒動になると思うんだ。ええ。騒ぎの時に証拠品があると困る。そこでメグ、事前に持ち出すのね、それとも入れ替える？中身だけ持ち去るんだ。中身をチェックされると困るからね。分かったわ。代わりの中身はカンタが持ってる。カナさん、明日には動くだろう。それまで待機だ。オッケー。でカナちゃんに変えるんだね。オッケー、変えましょう。そして翌日。なんかすごいバグってない？これバグじゃない？大丈夫？ん？あ、違う、これドアが開いてるだけ？どういうこと？大丈夫かな？さあ、ビデオカメラはさっき買った。あとは小安がここに来るのを待って。誰かに見つかるとまずい。隠れよう。準備はできた。小安が来たら飛び出すのよ。ん？ああ、そのタイミングじゃない。あいつがそばに来た時よ。オッケー。ああ、今こう上下移動してたのが小安さんね。オッケーオッケー。ほら、こっち来い。あ、こっち来ねえのか。あれ？こっち来ないね。ん？あれかな？一番下に来た時に。あ、来た。あ、違う。あれ？どのタイミングこれ。下に降りてきた時に飛び出せばいいのかな。ほら、ここ来た来た。あー、困った困った困ったわ。ん、どうかしたのかい。あ、あの、何か悩みでもあるのかな。荷物がその男子更衣室に運ばないといけないんですけど。男子更衣室？ま、私じゃ入れなくて、その困ったなーって。なんだ、そんなことか。僕が運んであげよう。さあどうぞ。あのありがとう。ちゃんと綺麗に揃えないといけなくて。任せておきたまえ。僕もきちんとしてないと気になる性質だからね。はい、では更衣室正面奥にあるロッカーの中にお願いします。いいさいいさ、もう待ってだよ。 OK。 飛んで火にいる夏の虫とはまさにこのこと。よし、かなちゃんの作戦は成功です。おお、小安さんも操れる。なるほど、小安義光。体育館内の男子更衣室に行くか。 OK。 今回のターゲット、小安義光。普通科3年。性格、ナンパ、ナンパな性格なのね。で、女子生徒から人気。何度も告白を受けるほど。しかし全て断っていると。で、人当たりの良い爽やかなイケメンね。OK。スポーティー、ちょっぴり無神経。平凡な告白、興味がない。ああ、なるほどね。はい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 。なんかもう告白されすぎて、ああ、普通の告白じゃつまんねえなってなってるわけだ。
はあ、やだやだ。で、ここが男子更衣室なのか。なるほど、今まで空いてなかったよね。男女更衣室は体育館に入って左奥、左側が女子用、右側が男子用だったな。男子更衣室の整頓を女子に頼むなんて全く非常識だね。わ、僕は女子更衣室の整頓も大歓迎だがね。こういう性格か。この荷物どこにしまうんだっけ。あの女の子、場所も言ってたよな。体育館左奥にある2つのドア、男子更衣室は右側のドアだ。左には入れないね。右に入って、どこだっけ、人会じゃなくて琴の葉で居合わせで、正面にある、正面奥にあるロッカーの中に、ってことはこれだ。これで琴の葉を使えばいいのかな。 OK、 いい当て。ここか。どれどれ、こんな感じで、いや、ちょっと歪んでるかな。もうちょっと右、お、これでいいんじゃないか。きちんと置かないとね。これでよし。じゃあ出るか。綺麗に片付けた。僕の美的感覚に狂いはない。で、これで動けなくなりましたと。で、かなちゃんに帰って、いや、置いてきたよ。あ、ありがとう、助かったわ。礼はいいのさ。では、チャオ。やだ、チャオとか言って去っていく男やだ私。まあでもね、あんな可愛い可愛いさくらちゃんがね、好きな先輩なんだから応援してあげないとね。かかった。こやすのやつ、私のことをウブなねんねだと思って油断したわね。なんだウブなねんねって。私のこと気づいてなかったわね。まあいいわ、その方が都合がいい。さあ行こう。私だって男子更衣室に入るなんて朝飯前よ。男子更衣室、奴が置いた荷物のところへ。はい、オッケー。ちょっと、これで、はい、来たよ。ごそごそ。この荷物の中に隠しカメラが仕掛けてあったなんて想像すらできなかったでしょうね。再生ピッと。どれどれ、こんな感じで、いや、ちょっと歪んでるかな。もうちょっと右、お、これでいいんじゃないか。きちんと置かないとね。これでよし。あー、取れてんね。これ女子更衣室に置いて、でこれで盗撮犯だと思わせるんじゃないの。こやすの間抜け顔がちゃんと映ってるわ。やった。なぜならば男子と女子の更衣室の構造はほぼ同じ。そう、このビデオカメラがもし女子更衣室に置いてあったらどうなる。こやす、終わりよ。やつもこれで一巻の終わり。これでかなちゃんがやってることは終わったと。で、カンタ君に変えましょう。カンタ君何するんでしょうかね。翌日、その時は来た。さて、私の霊感でもって心霊スポットの調査しとかないとね。この辺り霊がいそうだね。で、これは別に動かなくていいんだね。人変えで、じゃあリポリンから行きましょう。リーダーからの指示はなしか。どうすんのかな。さくらちゃん告白しようとすると気絶するし、やっぱり慣れって必要よね。リーダー、私に何をしてほしいんだっけ。思い出そう。琴の葉で、居合わせ。これ結婚の時に備えておいてようだね。いい当て。結婚に備えとけって言われても。あ、そうだ、まずは小安さんの姿に慣れてもらおうか。ちょっと離れたところで小安さんの姿をじーっと見る練習。これぐらいだったらリーダーの計画の邪魔もないしね。どうせいつか絶対告白しなきゃいけないんだから、度胸度胸。さくらちゃんを探してまた特訓よ。どこにいるのかな。これ教室の中に入れたりとかはしないんだね。じゃあ探そうか。どこにいるかな。でも新校舎にはいないよね多分ね。そうな気がする。あ、でも外出れないんだ。ってことは校舎内にいるのは確定で、トイレ別に行けない。新校舎行
あれいない。あ、わかった。これ探してもいないから。あれ帰れない。あれちょっと代々木たまちゃんにしようか。秋葉くんたら報酬全然払わないくせに頼み事ばっかりね。まあいいわ。何が起こるか楽しみにしてるから。秋葉くんに頼まれたことやんなきゃね。お茶の水くんのところっと。じゃあ体育館裏に行こうか。で、ここにリポリンがいると。秘密裏に動いてるから、こういう普段はこういう風に会話はしないんだね。かんちゃんじゃないの。何してるの？いやいやいや、なんにも。幽霊でも探してるの？わかる？さすがだな、情報通だな。そう、私にも見せてほしいものね。いいね、嬉しいね。近日カメラ買ったらば必ずや。秋葉くんに頼まれたことやんなきゃね。で、琴の葉で、これだ。お土産を持たせると。あ、そうだ。あのさ、放送部にビデオカメラがあるんだけど。ああ、売店で買ったというあれ。そのビデオカメラに入れといたテープに変なものが映ってたのよ。まさか、それ。私はそんなもの撮った覚えないのに、薄気味悪くて。心霊映像だ。ちょうど今持ってるんだけど、かんちゃんちょっと見てもらえない？やだな、怖いな。そうよね。じゃあこのテープ捨てようか。いや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 、私が預かりますよ。そう？じゃあはい、ビデオカメラも貸してあげるわ。これが、ごっくり。期待してるわよ、霊能者のかんちゃん。じゃ、ま、任せてほしいね。ちゃんと除霊するからね。面白い騒動を期待してるわよ、かんちゃん。でもなんかかんちゃんって呼ぶんだね。なんかちょっとニコニコしちゃうね。さあ、これからどうなるのかしら。ということで、たまちゃんは終わりか。じゃあ人替えでリポリンにしたけど、どこにいるのか探せないから、じゃあカンタ君にしようか。とんでもない依頼引き受けちゃったな。私も有名人だっつって。いや、これも霊能者の義務かに。じゃあ早速見てみるわけだ。じーって、あ、イエー、ドクロが、ドクロが見えたよ、これ。それに、薄気味悪い姉がちっとこっちを見て。これ大変だよ、本物だよ。もう一度見直してみるわけだ。それ、やだな、怖いな。もう一度。もう、旗から見たらこれ確かに変態の商業だよね。もう一度。見たくないな。でも見なきゃな。かんたくんやばい人だな。でも可愛いな。好きだな、私。で、これで。どこにもいないな。もう一回教室に戻ってみようかな。オッケー。じゃ、新校舎から旧校舎に戻ればいいのか。どこにいたんだっけ？一階だったよね、最初いたところって。この辺？あ、いた、いたわ。あ、さくらちゃん。あ、池袋さん。なんか久しぶりだね、さくらちゃん喋るの。新しい特訓を考えてきたの、興味ある？え、またやるの？私絶対役に立つから。まずは小安さんに近づく特訓よ。で、人替えで秋葉くんに変えると。今日か。さあ、メグに伝えよう。アジトにいるはずだ。うぅ、結局、秋葉くんのさ、声がなんか安定しませんね。ぼんやり系ね。さあ、てん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 と。で、メグちゃんに帰るのね。オッケー。3年女子、体育してるね。ええ。一日の最後の授業が体育だと、
なんだかだるいよね。ええ。今日だね。今日かしら。さあ、頼むよ、メグ。わかったわ。くれぐれも大森かなに見つからないように。彼女が行動を起こしてくれないと困るからね。そうね。さあ、正念場だ。下手に動くと失敗することもあるぞ。マジ？ここでセーブをしておこう。オッケー。セーブしましょう。大森かなは更衣室に向かうはず。私はしばらく待機。オッケー。待機ね。まあじゃあ外で待機しようか。外で待機。あの子、まずい。見られた。迂闊だった。ありゃ、失敗かな。もう一度だね。みんなの動き方に気をつけて。ああ、はいはいはい。なるほどね。こうやって迂闊に動くと、こうやってやり直しすることになるわけだ。オッケーオッケー。行きましょう。で、待機って言ってるけど、じゃあ一回校舎の外に出たら、もう動かないでおこう。で、ここで、はい。変えましょう。あ、千鶴先生にも変えれる。かわいいね、立ち絵が。どうしようかな。かなちゃんに最初に変えとくか。計画実況、実況じゃねえ。間違えました。実況はこの動画になります。噛みすぎかな。計画実行は今日この時。こやす、今日があんたの命日よ。よし、じゃあ行きましょうかね。あれ、これ、これ、ここでいいのかな。で、体育もうまく休めたし、予定通り。もうすぐ体育が終わる。みんながここに戻ってくるわ。ビデオカメラの中にテープは入ってるわね。よし！さあ、ここに仕掛けておく。ドキドキ。これで小安を。何をためらっているの？あいつは罰を受けるに値する人間なの。私の覚悟を思い知るがいい。小安！急いで体育館の中に戻ってみんなと合流よ。オッケー。こっちが体育館で合ってるかな。やり遂げるわ。絶対に。みんなが更衣室に行くまで待機。オッケー。で、ここで、千鶴先生に変えてみる。BGM いいね。もうすぐ放課後、多目的棟の視聴覚室で教材の準備をしなきゃ。そういえばこの間秋葉くんに会ったわね。小倉瀬の子たちったら勝手に私を顧問呼ばわりして、いつも振り回されるんだから。まあ、あの子たちも最近はおとなしいし、このまま普通にしてくれればいいけど。のどかね。平穏な学校生活が一番。今日も多目的棟の視聴覚室で仕事しなきゃね。じゃあ多目的棟に行きましょうかね。で、視聴覚室がここかな。合ってるね。やっぱり実用的な教育が大事よね。しっかり準備しなきゃ。教材を準備しましょう。で、これで動けなくなったので、じゃあメグちゃんに変えましょうか。その前に現在操作人物で、ちょっとその前に水も飲みます。はい。特別科教師、あ、特別科がやっぱりあるんだね。特別科教師二頭千鶴。新米教師、ふわふわしている髪の毛、小倉瀬の存在を知る唯一の教師。あ、なるほどね。で、リス、鶏、牛が特に好き。へえ。で、ストッキング60デニール、あ、ちょっと薄いんだね。で、とっても涙もろい、コンタクトをつけている。生徒を大切にする。で、小倉瀬の顧問2頭は認めてない。で、ハンカチを持ち歩いている。あ、女子力高い系の先生ですね。で、じゃあ人変えでめぐちゃんに変えましょう。女子更衣室にビデオカメラがある。私はそれを見つける。オッケー。はいはい、見つけました。誰か来る。隠れなければ。やっぱり心配。
もう一度確認しよう。失敗は絶対に許されないんだから。誰も入れないように鍵を閉めてっと。マジ？ビデオは大丈夫。ちゃんとセットした。ん？誰かいるような気配が。あなた、何してるのよ！まさか私の計画を知って。言い逃れはできない。マジ？じゃあこっからじゃん、また。もう一回ちょっとやり直しまーす。はい、戻ってきました。ここでじゃあセーブをしましょうね。戻ってくるのが大変になっちゃうのでね。で、これで、はい、誰か来る、隠れなければ。やっぱり心配、もう一度確認しよう。怖い。あ、危ねえ危ねえ。ビクビクしすぎなのよ、私。ちょっと無言になっちゃったよ、怖くて。失敗するはずがない。綿密に計画したんだから。よし、出よう。もうちょっとしたらまたここに戻ってくるのよ。ちょっと待って、今動けなかったよ。どうしたらいいの？最後のポジションを考えなきゃいけないね。危ね、危ね。危ねえ、怖い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 。これで、ね、見えないところにいるから大丈夫、大丈夫でしょ。さあ、リーダーの計画を実行しよう。女子更衣室にビデオカメラがあると。で、これを見つけると。琴の葉かな。これ、中身だけ持ち去る。言い当て。これね。テープを抜いた。これでいい。この場に留まろう。大森かなに見つからないように。あ、そうなんだ。じゃあここでいいかな。どこなら見つからない？ここ、まあここでいいか。はい。で、かなちゃんにまた変えなきゃいけないんだ。うわ、ドキドキするね、これね。そろそろみんなが更衣室にやってくる。さあ、もう一度ビデオカメラの前に。今度は私がそれを発見するの。ビデオカメラ前に行く。私がそれを発見するために。なんか座ってんだけど。めぐちゃん座ってんのに空気椅子してる。はい。よし。いよいよだわ。きっとうまくいく。で、これで一回セーブしましょう。怖いので。で、人変えでリポリンに変えましょう。でさ、心の準備はできた？え？小安さんに近づくのよ。どう？近づくの？そう。とりあえずはそれだけ。行こ。3年生は浸透3回。ちょっと待って。ダメダメ、待ってるだけじゃダメ。そうだけど、やっぱり、ま、女は度胸。浸透3回へレッツゴー。浸透3回までさくらちゃんを連れてく。 OK。はあ、あ、ちょっと邪魔しないで、この人。ちょっと、はいはいはい。さくらちゃん、かわいいね。池袋さん、そんなに押さないで。そろそろ積極的にならなきゃ。告白の時は誰も背中を押してくれないよ。でも、ほんとさくらちゃんって小安さんと正反対だよね。目立つタイプでもないし。さくらちゃんみたいなおとなしい子があんなおちゃらけた人を好きになるなんてね。ああ、これで押すのか。また
さくらちゃんはなんで小安先輩のこと好きになったんだろうね。なんかきっかけがあったのかな。押し続けるの疲れるんですけど。押さなくていいよ、もう。あのね、さくらちゃんのためにやってんの。もうやめる？ねえ、なんで小安さんみたいな人好きになっちゃったの？教えて。もういいから、ごめんね。考えなくていいから、気絶しないで。余計なこと言っちゃった。さあ、行こう。はい。ずっと結局押し続けるだね。だって。え？可愛くて、仕草とか、あの歩き方とか、手の動き。ああ、小安さんを好きになった理由？似てるの。私の大好きな、カールに。カール？カール？尻尾振って、お手って言うと、クーンって。大型犬なのに。犬と重ねてる。犬？人懐っこいようでいて、プライド高くて、でも私はあの子の愛を独り占め。好きの形もいろいろよね。はい、歩いた。はい。なるほどね。そういうことだったんだね。いや、面白い好きの形もあるもんだね。邪魔なんですけど、避けてくれませんかね。あ、避けてくれた。よかった。はい、3階です。着いた。廊下にはいないね。小安さんの居場所が分かるまで待つしかないかな。で、人変えか。どうしよう。一回じゃあ今日はここで終わろうかな。さあ、次回ぐらいで結構もう終わりに近いというかもう終わるんじゃないですかね。さあ、楽しみ。でもね、このキャラたちね、いっぱい喋ったり動いたりするからね、喉がね、あんまり持たないんですわ。今日で3本ぐらい撮ったので、まあじゃあこれでまた次回。これで次は多分喉が復活してるか、そのまま撮り続けてるかのどっちかだと思います。ではまた、はい。じゃあ、おつぴよです。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。